ましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いします。それでは早速新春お年玉ゲット運試し大会お二人にはね、あの去年から一生懸命あの力を貸してもらって助かっておりますので、今年から毎年交流にしようかと思ってます。まあ、景品が大事なんでね、景品の発表から まず1番から、1番といいますか、どうぞ。キープ。はいです。次、副賞。副賞、副賞になるでしょう。じゃん、これは宣伝です。リューティーワイズコーヒースペシャルカスタムアイテムプレゼントします。おー、 T シャツ、パーカー、ロンティー、スウェット、フルオーダーめ、嬉しい。フルオーダー、ちょっと宣伝させていただきます。視聴者の皆さん、これが琉球抹茶コーヒーアパレル手掛けているんですけども、パーカーとか、これもパーカー、そしてタイナリのパーカーですね。こんな感じ。あ、いいですね。ロンティー、これをアイテム一つ作っていただくアイテムプレゼント。おお、いいな。副賞。すごい副賞。これ楽しい。これもこれも当たり。はい。じゃあ宮里からこれがじゃあちょっと準備しましょう。我々、うわーマジで、まあ見えるね、これですね、これですね。絶対に見えないんですよ。ここはもう見せない。こんな感じになってます。では、参ります。オープン。宮里くん、うわ、わからねえ。全然わかんねえ。いやいや、立つな、あ、いや、こちらだ。こんにちは。あ、そうですね、まずは挨拶からして、挨拶して、じゃあ、新年の抱負言って取りますか。じゃあ、こんにちは。今年の抱負、私の抱負はですね、東京に行きたいですね。ああ、いいですね。何しに、あ、一番はセミナーですかね、うん、去年はまたちょっと違う、あ、まあ仕事で言えば沖縄でまあセミナー受けたんで、来年、今年は東京に行けたら最高、もしくは新しい資格取るですかね。はいはい、です。ではそのためにその1万円を欲しい。欲しい。旅費になるのか。旅費か。ちなみにプロマイドか。僕らは当たりが知ってるので。見ない、あ、じゃあ顔見ないようにしますか。はい、まあ、もうこっから見ての。でも引きそうですよね。今日大吉、あ、大吉取ったんですよ。
けるよ、君なら引ける。おみくじでね、大吉を取った。リアクションして。リアクションしてしまいました。感じてる。熱を感じてるのか。ああ、みんな一緒。待って、これもう10分くらい考えてない。おお、こいつも気になる。あ、はいはい、あ、そうね、一回そういうの知りたいな。あ、なるほど。どれが怪しい、今気になってるか。なんかパッと見、まあ、この右から2番目、うん、と左のやつ、こいつが気になってるんですよ。はい。もう顔見ないようにしますね。はい。でも、こう全部になります。うわー、嫌だー。あれ、このカイジみたいな感じ。ザワ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 。こっちの方が緊張しますね。結構緊張するよね。なんかね、 M1 の発表。知ってるのもなんかそれはそれで緊張するね。それもちろん。わ、来た。あ、怖い。決断決まってはいるんですよ。絶対取れる。決断のお時間です。取る気がする。こいつ違う。いいよ、分からん分からん。わあ！なんだ。ああ、当たった、当たりです。当たりです。おめでとうございます。おめでとうございます。うわあ！じゃあもう一個選んだとこありましたよね。もう一つ。もう一つ、これですね。はい。もう一つは。もう一つ。ああ。ベストボディだ。ベストボディだ。結局。ああ、結局です。2枚ゲットです。結局持ってるわ。結局持ってるわ。宮戸君。私のプロファイト2枚、ゲットです。おめでとうございます。ありがとうございます。ゆきち先生が呼んでくれています。